アグイ球場アグイ球場クラブハウスアグイ調律アグイスポーツ村野球場は愛知県知多部にアグイ町の調律アグイスポーツ村内にある野球場メインスタンド正面の名板には単にアグイ球場と表記されているアグイ町が運営管理を行っている1987年名古屋鉄道が沿線開発の一環として整備を進めていた アグイスポーツ村内に会場。当時の名称は、名鉄アグイグラウンド。プロ野球、中日ドラゴンズのファームが、本拠地都市、ウエスタンリーグ公式戦などを開催。1997年の名古屋ドーム完成を機に、名古屋球場を2軍本拠地としてからも、準本拠地的な位置づけで使用していた。しかし名鉄が、慢性的な業績不振となったのに伴い、 事業縮小策の一環として1999年5月をもってアグイグラウンドをはじめとするスポーツ村の施設群を閉鎖。スポーツ村はその後佐川急便に上とされ野球場は佐川急便アグイグラウンドと解消。名古屋市近郊の社員向けの福利施設として使用されていたが最終的には町が引き受けることとなり2003年4月1日付で 町に移管した。現在は高校野球などアマチュア野球公式戦も行われている。2008年秋にはドラゴンズ投手陣が周期キャンプをここで行っている。2012年秋にはに選ばれた若手投手陣10名が周期キャンプをここで行った。2013年2014年も同様に若手投手陣による周期キャンプが行われたが2015年からは 岐阜市の長良川球場に移転している。以前は名鉄高和線、阿グイ駅から下バスの路線バスが運行されていたが2006年6月いっぱいで廃止され、現在は無料のコミュニティバス、アグピー号が1日往復6便停車している。ありがとうございます。